はい、どうもプロタンでございます。ということで今日は、久々にちょっとカメラ設置して撮ろうかなっていうので、サブちゃん、皆様ね、意外にサブちゃん楽しみにしていただいてるということで、平均再生数2万ぐらいなんですけども、ちょっとね、この減量期間ってやっぱ筋トレのモチベが高いので、ちょっとこだわってやっぱ撮影しようかなっていうので、今回はね、この一眼レフを使って、いつもはこれご飯食べる用の動画なんですよ、カメラなんですよ。35万円するんですけど、結構 YouTuber さんね、結構使ってる人多いですよね、これ。で、これ今日肩トレなんですけど、ほんと力も入んなくて、結構やばいですね。今体重 59.5 で、2年前のワールドレジェンドよりも少ない状態。で、残りあと1ヶ月過ごさないといけないから、ちょっと俺未知の世界入っちゃってるからさ、ちょっと自分でもね、迷走中なんですよね。で、まだ絞れるだけど絞りたくない、正直。甘えって言ったら甘えなんですけど、それぐらいちょっと毎日がきついのと、筋トレやるまでにすげえやっぱりその力が入んなくて、結構メンタルやられてきてますね。でも結局できない、やりたくてもできない苦しみ知ってるんで、そういうの思ったら全然、やっぱそういうの思うとやっぱね、気持ちがふすふす湧いてきてやるぜってなるんですけど、やっぱどうしてもね、体の脂肪がなくなってくると、いくら食べてもなんか身になってないような感じになって、体だよね、長いな。どうせならワールドレジェンドじゃなくて11月28の APF だっけ、体重別のやつ出たかったなと思って今されながら、いや、応募しようと思ったらさ、もう締め切っててさ、やるしかないかと思って。で、せっかくいいカメラ使ってるから、ちょっとね、自分の体チェックがてらヌードっぽくさせていただいて、で、まずこれ肩トレは普通にもうシンプルにダンベルショルダーですね。で、2セット高重量で28キロを12回できたんで、全然重量落ちてないなっていう。残りの2セットはコントロールしてゆっくりって感じで、で、最後これドロップで高回数でいけるとこまでやりましたね。いやー、だからちょっとどうやって楽しみを持ってこうかなっていうのと、あとはそのいつ有酸素やめようかなっていう、分かる人に分かると思うんですけど、入っちゃってんだよね。もう有酸素しないといられないみたいな。いや、それ好きでとかじゃないよ。危機感で、危機感がひどい。やんなきゃ太るみたいな、そんなイメージ入っちゃってて、一回逆に変なイベントとかないかなと思うんだよね。どうしても出なきゃいけない。先月はさ、結婚式があったから、どうしてもみたいな、そういうのがない限り俺ジム行っちゃうんだよね。本当辛い言ってんだけど、やっぱやっちゃうんだよね、体が勝手に。で、ズタボロになって帰ってきて、夜死んだようにくたばって、朝起きてまた死んだように動き出すっていう。やばい、大丈夫かなこれ。だいつかどのタイミングで炭水化物を入れて、ちょっとでも気持ちを楽にしていかないと。だから今日、今ね、12時なんですけど、今さっき有酸素終わって、で、この後、ちょっとマッサージ行った後に、昔のバイト先でも行こうかなみたいな、スポーツクラブね。機材とかはさ、全然揃ってないんだけど、普通のこういうさ、ジムに比べて。スポーツクラブだから、気分転換になんかちょっとね、いいかなみたいな。でも埼玉なのよ。電車ですげえ遠いんだよね。やっぱタクシーでもったいないから電車で行こうと思って。やべえよ。ちょっともう荷物もさ、準備してさ、弁当も2つ作って朝から行くんですけど、楽しみだけどやっぱ体力がないからね、きつい。どうしたもんかって感じです、最近のその悩み。今喋ってるのが11月8日なんで、残り25日ぐらいあるんです。27日ぐらい。それをカウントダウンするとするとでね、すげえ嫌だね。マジで長えと思って。で、一日を過ごしていくしかない。これフロントでね、俺好きなやつこれ、はい。好きなやつですね。これいいね。めっちゃ入る、俺は。一回一回止めてね、こうやってテンポよくやってるけど、意識的には収縮するときに一回止めてから、そこから負荷を乗せた状態でグワッて、上げていくっていうのが、最近その筋トレでね、うまくなったなっていう、自分で。そこだけもう自画自賛、自分を肯定化しないとやってられない、本当に、はい。で、こんな感じでね、脂肪やっぱ減ったよねってかね、
やっぱこうやって裸になってみると分かるけど、すげえ細くなって、マジ慣れてる。本当にこんな細いんだと思って、どんどん細くなってるからさ、まあカーボがかぼちゃだからっていうのもあるかもしれないですけど、米入れて筋トレしてみたいな、白米で、うん、これもう絞れてるけどすげえ細くなってさ、なんかすげえ慣れたもん。この時細そうと思って、腕とかさ30センチぐらいじゃないか、腕の周り下手したら。でこれワンハンドサイドレイズ、これ片方22キロで3セットやってますね。これも好きな種目で嫌なんだけど、すげえこれでね肩が良くなった。ワンハンドサイドレイズ思いっきり結構ね内側まで戻して、そこから一回止めてギュッと引っ張る、なんか引きちぎるみたいな感じで。でこれも22キロなんですけど、まあ増量中と変わらず、筋量はね多分絶対落ちてないんだよね、間違いなく、うん、俺あともうがむしゃらにね、まあはい上がんないと、うん、もうがむしゃらだよもう本当に。よいしょ、まあ2週間前とかになれば、まあ2週間前が一番きついんだけど、2週間前とかになればなんかちょっとね、まあ、諦めがつくというかね、いい意味で、はい、そんな感じですね。いやだからちょっとね今回未知の域行ってるから、妥協しようかなと思ったら妥協できるんだけど、でもさすがにそんなもったいないからさ、もう次俺大会出ないかもしれないから、もはやもう競技人生終わるかもしれないっていう、もうね結構ね今回それぐらい辛くてさ、うわやっぱ減量も無理だって感じなんだよね。つってもやっぱ大会出るとまた出たいみたいになっちゃうから、ほんとわけわかんねえ競技なんだけど、背中はいいんだけどやっぱフロントがどうしても弱いな、うん、まあそんな感じで今回裸になって筋トレして自分の細さにびっくりしたっていう動画でございます、簡単に言うと、うん、腕とか超細いもんね本当に、うん、でこれはライティング漏れてるところだよね、うん、まあいいけどね、まあ俺の中ではもうベストです正直。やっぱもう筋肥大もね、まあ、なかなかしづらいということで、まあ、これぐらいがベストかな。で背中はなんかすげえ良くなったんだよね。なんか背中だけ、うん、年々いかつくなってくっていう。僧帽筋下部とかさ意識してたらほんとでかくなってさ、うん、広背筋のこの下部もねすげえ分厚くていいよね。あとは僧帽筋がやっぱりもうちょっとでかければ、うん、いいなって。でアップライトロー好きなんで最近これやってますね。おりゃあと、もう最近はもっぱらもう筋トレ動画ばっか見てますね、いろんな人の。あと大会とか飯食うとか、飯食う時とかもなんかパンプアップの動画とか見たりして、それぐらいちょっとね気持ちを高めないと、いつ辞退するかわからない。いやーでもこんなきつかったかな減量。はい、まあちょっとやるだけやりたいと思います。やっぱそうやってごまかしごまかしやるのが大事だよね。今日はあのジム行って、今日はあのジム行ってみたいな、うん、それでちょっとしばらくねやっていきたい俺は、はい、でこれはリア、やっぱり肩で一番大事にしてるのはフロントとやっぱリアだし、リアですね、うん、やっぱリアはやっぱでかければでかいほどなんかフロントに押し出されるんで肩が。やっぱこの時の減量期のリアは本当意識して、うん、やってますね。クロスオーバーこれ結構重量重くてもうこの時で、まあこれ続けて2つやってると思うんですけど、これを3セットやって終わりですね、うん、おりゃ万歳。
うわっしょい、これぐらい元気ならな、心も、うん、いや心は元気なんだよ。で腹筋気にしてね、うん、うわっしょい、はい、もう元気でね、はい、で上もリアねしっかりやって、おりゃとおりゃおりゃ、もう自分でも当てれこして何言ってんか分かんないもんな、本当にすいませんね、うん、はい、それで最後はまあポージングして終わりかな、うん、はい、まあ、ほぼカーブ入ってないんで、ここからパンカーブ入ってね貼ったらもうちょっといいかなって思うんですけど、まあ分かんないね、まあ、やるだけやるしかない、今日やること頑張ります。お疲れ様でした。